はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤ヤガラっていう食材ですね。まあ、前回の動画でですね、素潜り漁師の一日っていうのをあげたんですけども、その時にですね、まあ、素潜りで何も取れなくて、さばくものがなくなった時用の保険みたいな感じでね、買っといたんですけども、今日にね、ずれ込んだという感じですね。ということでですね、前回も流れましたが、初見の人もいるはずなんで、競りの映像からご覧ください。ヤガラがある今日も、行こうかな。はい、買いました。俺が取ったみたいな感じしてますけど、買いました。全然買いました。はい、ということで今日は赤ヤガラですよ。まあ、島にはですね、ヤガラ系の魚が実は3種類いまして、1つがこの赤ヤガラ、そしてヘラヤガラと青ヤガラ、この3種類がね、島にはいます。で、ヘラヤガラはもう骨が多すぎて食えない、まずいとかいうレベルじゃない、食えないね。あれ美味しいとかね、テレビで言ってたりするの見るんだけど、いや、うめえわけねえだろうと思いながら俺はね、見てるんですけども、食えはするけど、食うのがクソめんどくさいね。で、もう一つの青ヤガラは可もなく不可もなくみたいな白身魚ですね。で、この赤ヤガラはですね、高級魚です。ただですね、深海魚なんでね、素潜りではね、取れないんで買いました。はい、ということでですね、早速観察していきましょうか。はい、こちら赤ヤガラ全体像ですね。まあ、ぼちぼち大きい方ですね。このまな板がですね、90センチあるんで、130センチぐらいですね。結構長いです。ただ、細いんでね、まあ、2.5 キロぐらいでしたね。で、これね、口が特徴的ですよね。すんごい長い。ちょっとブサイクって言ったら言い方悪いですけど、ブサイクですよね。拡大するとわかるんですけど、しっかりとね、歯もあるんですよね。結構引っかかりもすごいですよ。これちゃんとガッてやったら親指切れるぐらいの引っかかりありますね。ここから魚を吸い込んで出ていかないような構造にちゃんとなってるんですね。で、ちなみにこの長い口はですね、感触としてはタッパーみたいな感じですね。結構ね、硬いし、何も身がないです。ここにね、一応ですよ。一応ほっぺの肉みたいなのが薄く細くこうやってね、入ってはいるんですけども、それ以外はね、顔全く見えないです。骨と皮だけで、そのままね、この辺までね、変な骨が入ってて、体の半分ぐらいはほとんど可食部なくて、食べるのはここから後ろって感じになりますね。ここもね、背中の身があるようでないんでね、ほぼほぼないです。ほんのちょびっとしかないです。で、尻尾は面白いですね。スーって伸びて、ここでね、あの長さを持ってますね。これだけで20センチぐらいあるもん。ちなみになんですけど、このヤガラ系の魚は海外ではね、トランペットフィッシュって呼ばれてるんですよ。これなんでかわかります？皆さん3秒考えてください。1、2、3。はい、考えました。正解はね、この魚鳴くんすよね。ボーってボーって鳴くんすよ。その鳴き声がトランペットみたいなんで、トランペットフィッシュってね、言われてますね。その鳴き声がどうしても聞きたいっていう人が多かったら、夜ね、青ヤガラ手掴みで掴めるんで、その動画をね、いつか出します。青ヤガラもヘラヤガラもね、撮っても売れないんでね、撮らないですからね。もう動画用ですよね。まあでも手掴みなんでね、殺さずに撮れるっていう。ということでですね、早速さばいていきましょうか。はい、それではまずはね、お腹を開いていきましょうか。ちょっと長くて映りきらないですね。こっちに移動させて、で、肛門がね、ここにあります。お腹がここからここまであるんですよ。超長いですよね。腸だけにね、はい、言っておりますけども、開いていきましょう。あ、包丁が切れない。いきましょう。おお、うわ、胃袋なんか入ってるよ。ちょっと見ていきましょうか。うわ、パンパンやん。なにこれ。いきますよ。うわ、何ですかこれは。深海魚っぽいですね。え、深海のアジみたいな感じなのかな。ちょっと俺深海魚は詳しくないんで全然わかんないんですけども、すごっ、目が大きいな。アジっぽいけど税語はないか。これ何なんだろう。あー、わかんねえな。で、他はですね、これ卵が入ってますね。でもこの卵はね、なんか食べるレベルじゃなくて、多分これ産み終わった後だと思います。ほとんど入ってないですね。この魚のさ、何が面白いかって、こんなさ、間抜けな口に食われたんでしょ、ここに。てか入るんだね。サイズ感的に入らなそうだけどね。すごいな、ちゃんと開くんだね。あ、まあ開くっちゃ開く気はするのか。はい、それでは内臓を落とし終わったところでですね、次に胸びれ、ここにも胸びれあるんだけどね、2個目の胸びれっぽいところの後ろから切り落としていきましょう。勝て、よし。もうここはね、ほぼほぼ可食部がないんですよ。じゃあそしたらですね、この血合いを落としていきましょう。これこの白い腹の膜まで一緒に取れますね。取っていいものなのかな。いいものでしょう。どうせ後で取りますし。はい、それでは下ろしていきます。ここから包丁を入れまして、お腹部分は短いですね。で、反対側。赤ヤガラはね、今思ったんですけど鱗ないですね。
鱗取る作業がないからなんか今回早く終わってる感じがします。そうか、もうこっから腹骨が始まってんのか。結構長いですねこれ腹骨外すのが。いきます。うわ、はぁ、あ、お、盛大に失敗してるね。ちょっと今自己嫌悪に陥ってます。助けてください。まあいいでしょう。やっぱね、失敗することもありますよ人間。失敗しかしないけどな。へぇ、こういう構造か。なるほどね。無残な姿になってしまった。反対側行きましょう。うわ、悔しい。失敗しちゃいましたね。リベンジ。ちなみに魚はね、この反対側の方がむずいです、基本的に。そしてこいつはね、もっ、むずいな。なるほどね。これはむずいわ。いや、腹骨の構造が特殊ですね、この魚は。はい、1回目と2回目で成長しました。ボロボロ。まあでもこれ腹骨が一緒に取れてよかった説まではあるけどね。ここ腹骨ですね、なんだかんだ。まあ、この背中の身はただの失敗ですが。はい、ほんじゃ腹骨をね、取っていきましょう。なんだこの難しさは。なんなんだこの腹骨は。あ、そういう感じ？買って。え、めちゃくちゃ変な骨は。うわ、すごく嫌だ。ではこの魚腹骨入ってないわ。薄皮引かなくていいですね。ここボロボロになりますし、ここにねちょっとね固めの血合い骨が入ってますね。はい、そしたらですね血合い骨を落としていきましょう。すごいぞこの魚。ブダイだったらさ、ここぐらいまでしか血合い骨入ってないのにここまで入ってるぞ。しつこいねこの魚は。いやでも赤やから難しいっすね。俺ね人生で2回目なんですよ捌くの。なんか大学の時に1回捌きましたね。3年前ぐらいかな。なんか捌く機会があったんだよね。説明すると意味わかんない状況すぎてめんどくさいんで説明しないですけど、捌く機会があったんですよ、なぜかね。でこんだけね立派な頭もったいないんでね、せっかくなんで出汁に使っていきましょう。エラを取りまして、でここ頭を落としていきます。やべえ、かける、はい、皆さん聞いてください、包丁をかけました。ヤガラの頭割ったらダメです。すごく悲しい。ハサミでいけばよかった。うわぁ、泣いちゃう。これも切っときましょう。でここ開いていきましょうね。すごい、かば焼きみたいな感じだった。それでは血合いを落としていきましょう。はい、それでは下処理が終わりました。もう包丁がめちゃくちゃ欠けて嫌な気持ちなんで、嫌な顔していいですか。ああ、よし、過ぎたことはもうね、悔やんでも仕方ない。今日はですね、寒いんで、キムチ鍋とお刺身を作っていきましょう。くそー、やがらゆるさん。じゃあまずは霜降りをしていきましょう。はい、それでは、入れていきましょう。まあ、毎度のことながら、匂い落としですね、これは。表面だけ茹でて、匂いを落としていきます。もうね、サバイバル行ってからね、匂いにめちゃくちゃ敏感になって、よりね、もともと敏感だったけど、少しでもね、臭いと感じちゃうんだ。ああ。はい、それでは下処理が終わったんで、今度は茹でていきます、普通に。茹でて、出汁を取っていきましょう。よし、セット。はい、出汁が出た頃でしょう。じゃあ入れていきます。こしていきましょうね。あっち、これでね、赤やがらの、うおー、スープが取れました。この丸っこい部分気になるから、あっち、
食べてみよう。あ、美味しい。はい、それではですね、野菜を切って鍋に入れていきましょう。今日は白菜、長ネギ、ニラ、こちらを使っていきましょう。じゃあ半分に切り込みを入れて、ここの芯を落として、白菜のさばき方はね、あんまり知らないんですけどね、魚以外あまり興味がないというね、そういう人間でございます。そう、魚さばくの以外はね、適当すぎるってね、いつもね厳しいご指摘をいただくんですけど、もう全くその通りだと思います。全くその通りだと思います。魚さばくのはね面白いんでね、結構ね調べたりするんですけどね、野菜さばくのはあんまり興味が持てないんですよ。いつか勉強します。じゃあ長ネギも切っていきましょうか。白いところだけ使っていきましょう。白いところ美味しいですよね、長ネギって。でニラもね切っていきましょう。ニラバイト先でめちゃくちゃ切ってたな昔。これを切ると冬って感じがする、すごく。じゃあ赤やがらもぶつ切りにして入れていきましょう。でもまな板が広いとね、鍋を置いてネギを置いてニラを置いてまだ赤やがらを切ることができるっていうね、やっぱりね長いまな板が最強ですよ。90センチがちょうどいいかもね。150センチのもあるけど、重たくて重たくてめんどくさい。あれは赤やがらね、この尻尾のところなんですけど、骨みたいなの入ってるんですよね、アジのゼイゴみたいな。これ取った方がいいかもしれないね。すごくね硬いんですよ。あ、もう皮引いちゃってるわ。はい、それでは持っていきましょうかね。赤やがらゾーン、白ネギゾーン、豆腐は競った。豆腐も切っていきましょう。鍋の豆腐は木綿なんですか、絹ごしなんですか、皆さん教えてください。すごく硬い気がする、この豆腐。硬っ、硬くない？お硬いですね、このお豆腐。ああ、めちゃくちゃ硬いんだけど、この豆腐。こんなもん。じゃあこの上からね、ニラをぶっかけていきましょう。いやなんかね、もうさすがにね、こっちもね寒くなってきて鍋が食いたくなりますよね。まあ年中唐揚げ食ってる男がですね、なんか寒くなったから鍋を食おうとか言ってるのはおかしな話ではありますが、キムチ鍋が食べたいんですよ。じゃあこのヤガラで取った出汁にキムチ鍋の素を入れていきましょう。じゃあこれ混ぜて、絶対多いよな、入れていきます。めっちゃいい匂いなんだけど、魚の出汁とキムチのなんか刺激的な香りがして、絶対美味しいじゃん。溢れる、絶対溢れるよね。じゃあこいつをね鍋にかけていきましょう。鍋にかけていくんじゃない、鍋をかけていくんや。はい、じゃあ刺身もね、せっかくなんで切っていきましょうか。刺身もね普通にね食ったことあるんですけど、普通に美味しかったイメージですね。でもなんかそんなになんか印象に残るような味ではなかったではあるんですけども、美味しかったイメージです。細くて引きづらいぞ。おー、皮目はなんか何も色ないんですね。なんかね、普通の魚と形が違いすぎて、刺身の切り方で切ったらちょっと汚くなっちゃいそうなんで、イカそうめんっぽく切ってみましょうか。まあ適当に長さを揃えてあげて、うまくいくかわかんないけど、なんかイカそうめんっぽく切ったらいい気がする。ちょっと細く切ってね、まあ、多分角を出した方が綺麗に見えるんでしょうけど、どうやって角を出すんでしょうね。俺が聞きたい。もうシンプルに持っていきましょう。シンプルですね。ここにレモンでも立てかけといて OK でしょう。完成。はい、それでは完成しました。いただきます。まずは刺身からいただきましょう。すごい淡白そうな身してますよね。あ、すっごいさっぱりしてるんですけど、めちゃくちゃ味が濃いですね。しかも臭みもなくてすごい美味しいですね。うん、食感もね柔らかくてね、すごくいいですね。イカそうめん切りとすごくねちょうど合う食感だった。たまたまだけど、あ、美味しい。あ、美味しいわ。まあなんだかんだ高級魚ですからね、この魚も。それではキムチ鍋いただきましょう。カヤガラね、茹でたら美味しそうな気がするんだよね。いただきます。いや、意外とパサつくな。
な、全然ね、悪くはないんですけど、まあ、別に良くもないかなって感じですね。まあでも今日はね、寒かったからありがたいですよ、この鍋が。うん、魚の出汁が効いてて美味しい。赤やがらの口の部分ね、全然出汁出てるんですね。まあ口の部分から出たのかは知らないですけど、出汁としてはすごく美味しい。身はね、そんなに、まあ、かもなく不可もなくみたいな感じがしますね。ちょっとなんか味が染みにくいような身質っていうのかな、そんな感じなんで、キムチ鍋だとちょっと味が薄いかなみたいな、そんな感じがしますね。はい、それではごちそうさまでした。いやー、もう赤やからね、前々回のあの競りの動画で競り負けて、で前回でまた競り落としたけども、まだ引き伸ばして今日っていう感じだったんで、まあなんかね、別にそんなレアな魚じゃないんだけど、念願の魚みたいな感じで、今回ね、ちょっと嬉しかったですね、食べれて。で刺身がね、普通にうまかった。上品な感じっていうのがいいのかな、上品でありながら力強い旨味がある美味しい刺身でしたね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、はい、どうもです。今回はですね、こちら、メカジキっていう魚具ですね。こちらが胃袋ですね。うわ。ちょっと刺してみますか。いけますよ。